ちは、黒丸です。今は富士五湖の最後に来ているんですけど、これから登山で鬼ヶ岳と大岳をっていう山に登りたいと思います。そして今最後からけあらしっていうものが上がってきていて、すごい幻想的な感じになっています。そして後ろには富士山も見えていて、ここからでもうすでに最高の景色になっています。そしてもうすぐ朝日が昇りそうです。湖面に映る逆さ富士がもう見えます。すごいね。今歩いてるところは100台止められる駐車場なんですけど、30台の西湖沿いにある駐車場が埋まってたらここに止めることができます。はい、大岳の登山口に着きました。今まではちょっと荒れてるんですけど、作業用の林道っぽかったんですけど、ここからは本格的な登山道になるみたいです。そして大岳まであと 3.3 キロって書いてあるんですけど、麓の看板が 3.5 キロだったんで、多分 1.3 キロか 2.3 キロの間違いだと思います。大岳の山頂です。標高は1623メートルです。ここからは富士山がすごい大きく見えて綺麗です。大岳の周辺はなんか笹がたくさんあって、ちょっとやぶこぎのところとかもあって、ちょっと歩きづらいところもあります。笹とかに刺さらないように気をつけていきます。
三角点があるね。三角点。はい、鍵掛け峠っていう峠に着きました。ここの峠に来るまでに吉沢山っていうピークと鍵掛けっていうピークがあったみたいなんですけど、2つとも看板がなくてよくわからないまま通り過ぎてしまいました。三角点があるね。三角点。ここまで来るのには西湖や富士山を見ながら風が抜ける気持ちいい尾根歩きができるんですけど、でもトゲトゲの木でやぶこぎをしたり、少し最近降ったばかりの雪で滑りやすかったりと歩きづらいところもありました。はい、今風が強いんですけど、岩場をロープ場を登ってきて、すごい景色、富士山と河口湖と西湖が見えるポイントまで来ました。そしてここからは今日歩いてきた大岳からの稜線が一望できます。そして大岳の後ろにある白い雪をかぶった真っ白の南アルプスも見えます。はい、鬼ヶ岳の山頂です。標高は1738メートルです。ここからはすごい360度の大展望が広がっていて、今日歩いてきた中で一番いい景色の場所だと思いました。だいたい富士山がドーン、奥秩父の山々が
トーン、そしてその間に八ヶ岳がバンパーンとかっていう感じで見えています。南アルプスです。今日歩いてきたコースです。富士山です。あっちの方には丹沢が見えています。奥地、金峰山とかの方です。はい、それでは鬼ヶ岳を出発して窃盗ヶ岳っていう方からと車を止めた西湖駐車場に戻ります。よし、行こう。うん、じゃあ行きます。ん？さっきの鬼ヶ岳と一緒に建てたっぽい。あ、本当だ。雪の頭のヶ岳。うん、可愛いね。はい、窃盗ヶ岳の山頂に着きました。標高は1710メートルです。ここまで来るとき外から見ても窃盗ヶ岳は少し尖っているように見えるんですけど、やっぱりあのロープ場が続きました。ロープ場のロープがちょっと滑りやすかったのでちょっと大変でした。山頂は通路と一緒だね。うん、もう見晴らしいよ。うん、あっちの南アルプスが見えるね。うん、富士山が被ってるってことはさ、あれだね、天気がね不安定になる前触れってことだね。そうなんだね。うん、明日の月曜日が天気悪いみたいだから、うん、あ、そうなんだ。うん、やっぱああいう天気になっちゃうと、ああいう雲がかかると良くないんだね。富士山が傘を差してるみたい。本当だ。うん、明日に備えてるのかな。じゃあ行こう。うん、でもさ、窃盗ヶ岳山頂こっちでもあるんだね。でもあっちの方が山頂っぽい。うん、あっちの方が高いからさ、あっちが山頂ってことだよね。そうだね、ここお花畑だ。うん、窃盗ヶ岳から少し降りてきました。ここは春になるとお花畑になるみたいで、ここからは富士山や麓にある西湖や河口湖が見えます。ここもビューポイントです。
はい、今日は12月12日でダースの日なので、このダースを食べて体力を回復します。あともうちょっとで終わりだな。そうだね。登山口かな。窃盗ヶ岳の登山口だったんだ。あれ窃盗ヶ岳かね。そうだね。まっすぐ戻ってきたね。もうすぐ、そうだね、もうすぐ。最後に降りてもそんな町ではない。そっか。川口湖に降りないと町じゃないですか。確かに。車を止めてある西湖駐車場まで戻ってきました。今日は大岳から鬼ヶ岳へ縦走したコースでした。そして今日はだいたい10キロくらい歩きました。そして鬼ヶ岳で見た富士山をはじめ、南アルプスや奥秩父などのバーって感じで広がるすごい360度の大展望は、急登を登ってきた疲れも吹き飛ぶようなすごいいい景色でした。そして今日は上の方で泥だらけだったりした場所が多かったので、そこで靴の裏が泥だらけになっちゃって、それでそこから下りとかの時に余計に靴が重くなっちゃって、それでちょっと体力を消耗することが少しありました。冬とかあと雨や雪の後来る場合は、やっぱりその辺も考慮してからコース設定をここもした方が良さそうですね。それでは今はもう笠雲をかぶってしまってるんですけど、富士山と西湖を見ながらお別れです。またどこかの山でお会いしましょう。バイバーイ。